はい。まあ僕はさっきも自分がそう大好きだみたいな話しましたけど、まあロキを演じてらっしゃるのはもちろんなんですが、こう MCU の世界ってもう山ほどキャラクターがいると思うんですけそうど、ですね。その中でこう、好きなキャラクターってご自身何かいらっしゃるんですかね？それこそ僕自身が、マイティー・ソーっていう作品に、ロッキーという役で初めて出演させていただくこと、いただけることが決まるまでは、マイティー・ソーっていう作品を恥ずかしながら僕存じ上げてなかったんですね。なんですけど、始まってロッキーっていう役をやらせていただけばいただくほど、もう別格で好きになってくったのはやっぱり兄上ですね。他にもたくさんいろんな作品見て、面白いなとか好きだなっていうキャラクターたくさんいるんですけれども、いやもうちょっと、まあロキはね、ちょっとこじれた愛情を持ってますけれども、もうそれになんか引っ張られたんですかね。僕もなんか、兄上だけ別格に好きですね。もう柳生さんお顔も。がすごい喜んだ顔しましたね。ラグナロクの時のエレベーターの中の会話も、最高だったもの。兄弟の会話。そう。最高ですね。あそこ何回も見ました、僕。ありがとうございます。で、最後は助けてやるか嫌だっていうところまで。またソウの吹き替えをやってらっしゃる三宅健太君が、他の作品でももちろんご一緒していることはたくさんあるんですけれども、とにかく本当に素敵な、ソウのとしてのお芝居をしてくれているので、収録は一緒には撮れていないので。なんか割と吹き替えのイメージって同じブースに何名か入られて同時に撮るようなイメージが強かったんですけど。そういう作品ももちろんあるんですあ、けそうれなんどですね。も、マイティー・ソーとかアベンジャーズとかに関しては、一人一人バラバラに収録してたので、なので、テストの時とかは、まあ、きげもしもう先にかれ、あの、撮ってくださっているんであれば、聞かせていただいたりすることはできるんですけれども、僕の方が収録順が先だったりすると、他の方でまだ撮ってない方の声は当然聞くことができないので、でもそんな中でも、きっとケンタならこうやるんじゃないかなとかっていうので、イメージしつつ。自分の中で聞こえてくるすげえ。そのをうなん信じだ。て、いや、まあ、お芝居をして、そしたら、そうだよね、そこそうやるよね、のを、もう実際の兄弟かのような、やっぱり本当しにとらえてく映画ださのっ中のて、ままということなんですね。すごく楽しかったです。すごい。